どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。お、あれ？エンディングかい。あ、終わったの？終わったの？終わりました。というわけでね、最後まで、ご視聴ありがとうございました。でもこれでいいの？全然なんかこう、俺的にはさ、納得いかないんだよね。なんなんだろうな、この感じ。すごいさ、いい？終わり？本当に。これちょっと待って。多分ね、最後の分岐が B だったからダメだったんでしょう。ということでね、多分、これは、やり直したいな、本当に。うん。まさか、ちょっと後でね、やり直したいと思います。もう一回多分ね、なんか、こう、最初からやり直すかなんか、あるいはまあ、なんかで多分ね、やり直すことはできんだよ。交渉をもう一回多分、やりたいと思います。いや、にしてもね、でも長かった。ここまで、とりあえずね。うん。しかし、なんだろう、本当になんか、なんて言えばいいんだろう。君の冴えない展開ですね。これはエピソード4っつってるけど、あれか、一人一人の名前だね、正式。別に声優とか、声優いねえわ、そもそも。声ないんだ、声優俺だ、全員。これは失礼いたしました。これで終わり？本当に。終わり？終わりなの？大丈夫これ。お、終わってない。あ、よかった。イミテーション？イミテーションって何？そうだ。正式な鑑定の結果だ。間違いない。我々の手に入れたアフリカン涙はガラス細工だった。え？あれ偽物？そういうどんでん返しあんの？あ、そう。本物はどっかに消えた。もともと偽のダイヤだったという可能性は？その可能性はある。だが一緒に押収した鑑定書は本物だった。誰かがすり替えたと考えた方がいいだろう。はあ、なるほど。電話でダイヤのことなんか知らないと言ってた。いや、聞かれたくないことがあるんだよ。なるほどね。ダイヤを諦めても自分の立場は守りたいってことだろ。難しいな、これ。話をしよう。みんな円卓に集合してくれ。ほう。カウンシルルーム。え、なにこれ？え、そう、まとめみたいな、最後の。この事件には裏がある。それは間違いありません。誰かが偽物を用意してすり替えた。まあ、そうだな。計画的な犯行です。問題は誰がすり替えたかだ。紅林がやったのかな？もちろんその可能性はある。だがそれだけじゃない。近藤組の紅林だけがダイヤを狙ってるとは考えにくい。そうだな。皆川組が絡んでいる可能性もある。それじゃあバスジャックの一件も？無関係とは言えないな。銃の密売とあのダイヤがどう絡んでいるのかまだわからない。もう一度全ての事件を洗い直してみよう。そうだね。まず吉岡の事件。ああ、チャプター2ですね。はい。吉岡の自殺を阻止したのは確かに一つの成果だ。まあそうですね。だが鈴木の抵抗が裏目に出た。吉岡の信頼を失い、マカロフの入手ルートはま、聞き出せないまま。ああ、そっか。ああ、満足のいく結果とは思えない。最後の事件はどうでしょう。野村の件は残念でした。早く気づいてやればと今でも後悔します。でも、結末はどうあれ、佐山は確保しました。組長の皆川も逮捕しました。解決したと考えていいと思います。多分これはクリアなんでしょう。ステージ2、ステージ3かな最初のを比べて。まあ、いいや。ああ、ステージ2だ、あれは多分。じゃあ、罰釈事件ね。ストを捕まえるとうまくいったと思います。そうなんだよ。本当の黒幕ね、わかんなかったんですよ、結局。うん。解決、当然これも解決してねえな。ああ。逃げられた。アフリカン涙も結果失ったんだよな。犠牲者もゼロじゃない。最後の爪、あ、そっか、死んだんだよな、そう、うん。事件が解決したなんて絶対に言えないな。ああ、ダイヤ盗んだ犯人がわからない。もう一度未解決の事件を洗い直すんだ。いいな。リトライってこと？最初から。それは結構大変だぜ。お、チャプター選択が追加されました。はい。じゃあ、一応セーブだけしとこうか？どういうこと？なんか、わかんねえっていうかさ、チャプター選択では今まで進んだチャプターからゲームを再開できます。すべてのエピソード評価がグッドの状態でカウンシルルームに進むと、新たなエピソードが始まります。あ、ほんとだ。プロローグ、さらば船乗り、エピソード0と2はグッドなんだけど、それ以外がノーマルだから、それをやんなきゃいけないことだね。なるほどね。はいはいはい。ほんとだ。これはだから、クライマックスとアナザークライマックスがあるんだね。ってことは、このクライマックスをやらなきゃいけないっていうことだ。わかった。じゃあちょっとね、やってみましょうか。最後の多分ね、これでしょ。うん。最後の交渉で、なんかその A か B かで分かれたんですよね、今まで。
だから、それをね、考えたらちょっとなんでしょう。なんて言えばいいかな。まあ、その A、最後の評価 A、B では、チャプターで、分かれてくるから、多分これでしょう。で、この鈴木との交渉は、要はだから、外れだったから、まあ、1だろうね。吉岡との交渉が大事だろうね。となると、どうしよっか。順番で言ったら、まあ、二人の世界からやりたいんだけども、どう、まあ、そうか、動画的にはそう言った方がいいよね。いやでも、さっきまで、この君の冴えない結末やったんだったら、これやった方がいいかな。まあ、まあいいや。じゃあ、やっぱ順番にやる。順番にやった方が正直言って流れはわかると思うんで。じゃあ、やってみましょうか。吉岡との交渉。いきます。選んだ場所から再開しますか。はい。どういう状況かはわかんねえけど。やってみよう。なんだっけ?ちょっと思い出しましょう。あ、この状況あった、そういえば。全然僕動画始めた、割と初めの頃のやつですね。はい。始めましょうかって何よっていう感じだけどね。はい。金を揃えたか?きっちり1億円揃えた。今度は間違いない。約束は守った。行きましょう。金を渡す段取りを決めろ。オッケー。金を渡す段取りね。行きましょう。怒らせないように、まずは。どうやって届ける?人質に取りに行かせる。うん。お前らは下がれ。金を置いて下がるんだ。これちょっと放っておこうか。お菓子の動きをしたら、残った人質を撃つ。うん。一人出て行っても、まだ三人いる。そう。うん。ここは、まあ、下手な真似はしないと言っておこう。うん。そう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 。こっちも約束は守ってる。人質は手を出すな。うん。分かればいいんだ。よし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 。手荒な真似はしたくない。じゃあ、話を進めよう。金は人質が取りに来る。そう言ったな。うん。ああ、そうだ。お前らは金から離れろ。その方法はお勧めできないな。なんだと?考えてみろ。人質が逃げないという保証はない。逃げたら撃つ。それだけだ。はい、念を押しとこう。ここが約束、うん、こっちが約束を守れば、こっちは人質に手を出さない。そうだな。金さえ渡せば人質を解放してくれるな。もちろんだ。約束は守る。でも考えてくれ。自分が人質だったらどう思う?金なんかほったらかしにして逃げたいと思わないか?それは、そうかもな。そうだろ?誰だってそう思うはずだ。確かに一理あるな。人質の行動は予測できない。ずっと縛られて銃で脅されてたんだ。精神的に追い詰められてる。くそ!俺が悪いってのか?これはアドバイスだ。うん。落ち着いてくれ。うん。そうだ。金が手元に届かないし、人質の数も減る。結局、もう一度仕切り直しってことになりかねない。なりかねないだね。お互いにメリットはない。そうだろ。そうだな。わかったよ。うん。どうすんのじゃあ。どうすればいい?金はこっちの人間が運ぶ。誰に運ばせるか、お前が選べばいい。それでどうだ?金を、車を届けた女だ。あの女に運ばせろ。まあ一応ここはダメだって言ってみようか。神崎か?それはダメだ。うん。なんだと?選べって言ったのは、お前だぞ。うん。やっぱり何か企んでるな。どうしようか。こっちに選ばせる気はないんだろ。大丈夫かこれ。違うと。うん。違う。そうじゃない。落ち着いてくれ。1億円って結構重いんだ。女性一人で運ぶのは無理だ。野村という捜査官が神崎と一緒に運ぶ。それでどうだ?バカバカしい。一人暮らしなんて誰が頼んだ?興奮するな。うん。落ち着いて話そう。黙れ!俺に察知すんな。あ、怒ってる、やばい。自分の立場は分かってるか?人質がいるんだ。無茶はしない。信じられるか?あ、そう。やばいな。やっぱりお前、何か企んでるな。突入か?突入する気だろ。やばいな。否定します。うん。違う。そんなことはない。俺はただ、金を運ぶ話をしてるだけだ。勘違いしないでくれ。いいか?吉岡。考えすぎるな。怖がる必要なんてない。怖がってんじゃねえよ。バカにすんな。気持ちはわかるなんて言ったら多分ダメなんだろうな。うん。前回なんかそうだった気がするんだよね。言わない気がする。うん。挑発はしない。うん。そっちがその気なら、人質が死ぬところを見せてやろうか。あー待って、やばいかも。一応挑発。度胸があるとはとても思えないな。なんだと?だから、もっと肩の力を抜いてくれ。危なかった、今ちょっと。殺す気でいたぞ、今ちょっと。今度は説教か。うん、説教じゃない。人の話を最後まで聞け。もう聞きたくない。やばい。うん。もう、たくさんだよ。やばい!みんな同じだな。どうした?吉岡。バカなことは考えるな。俺が悩みを打ち明けると、薄笑いを浮かべて説教だ。気持ちはわかるなんて、調子のいいことばっかり言いやがって。もう、飽き飽きだ。あー、やられた。
難しいな、やっぱり。最後は。あー、マジか。うっ。あー。自殺かよ。吉岡のけじめ。はー、これ違うか。そろそろ時間だな。始めようか。カットします。最後、交渉開始。金を渡す段取りを決めろと。あー、どうする？どうやって届ける？まあそうだね。人質に取りに行かせる。お前らは下がれ。誰をよこすってのはまあ普通、行った方がいいと思うね、多分。ここでね、まあ普通に、話を進めた方が早いと思うんだよね。え、ミキだ。あ、ミキという男が金を取りに行く。これは言わない方がいいと思う、多分。あ、お前たち離れてろ。20メートルは下がるんだ。いいな。はい、行くよ、じゃあ。はい。教えてくれ。ミキさんが金を届けたら、誰を解放してくれる？そうだね。これでミキだって言うんでしょ？うん、そうそうそう、ミキだ。金を持って中に戻り、また解放するのか？面倒なことはやめよう。ん？どうする気だ？簡単だよ。金はこっちの人間が運ぶ。誰に届けさせるか、君が決めればいい。もちろん、武器は持たない。これでどうだ？どう？まあ、いいだろう。えい。決まりだ。あ、誰、車を届けた女だと。はあ、これはね、多分いいだろうもダメだも結果的に同じとこ行くんだけど、ダメだのが早いんでこっち行きます。神崎か。それはダメだ。うん。なんだと。ああ、ここでも怖いな、怒ると。うん。やっぱり何か企んでたな。これは、うん。こっちに選ばせる気はないんだろ？うわ、怖。うん。見えすいた嘘をつきやがって違うんだ。違う。そうじゃない。1億ってのは結構重いんだ。女性一人で運ぶのは無理だ。野村という捜査官が神崎と一緒に運ぶ。で、それで二人はダメだって言うんだな。うん。それで、興奮すんな。落ち着け。うん。そうそうそう。落ち着いて話そう。黙れ。ああ、俺に指図すんな。自分の立場が分かってんのか？人質がいるんだ。無茶はしない。信じられるか？大丈夫かこれ。やっぱりお前、何かいや、違うんだよ。たくるんじゃないですからね。突入か？突入する気だろ。で、ここは当然否定するだね。はい。うん。違う。そんなことはない。俺はただ、金を運ぶ話をしてるだけだ。勘違いしないでくれ。いいか鬼塚。考えすぎるな。どうしよっかな。こっからだよな。怖がってんじゃねえよ。気持ちはわかる。うん。気持ちはわかるって言わないと死んじゃうんで。立てこもってるんだから、ナーバスになるのは当然だ。だから落ち着け。はい。もっと冷静に話をしてくれ。うるさい。俺は臆病者じゃない。なだめる。うん。で、どうしよっか。これ、こっからだ。うん。少し神経が過敏になってると言いたかっただけだ。気に触ったんなら謝るよ。すまなかった。か、頭を冷やして話さないと不幸な結果を招く。いいか？お互いにだ。俺もできるだけ冷静に話す。だから、そっちも、興奮しないで、ゆっくり話してくれ。ちょ、展開を待つか、これ。うん。興奮して技量をかけてんのは、そっちだろ。うん。お前が俺に余計なプレッシャーはかけてるんだ。ちょ、そっとしてみよう。俺はこれ以上、面倒なことをしたくない。これ怖いな。信じてくれ。俺はお前を助けたいんだ。あ、これ、うん。俺を助ける？無責任に助けるなんて言うな。うん。お前が心配してるのは、人質のことだけだ。ちょっとスルーしてみよう。前回はこれ、説得しちゃったんで、ここで。この後どうよ。あ、行ってみよう。あ、新しいんでた。自分が何やったか、胸に手を当てて考えてみろ。お前は犯人なんだ。分かってるか？言われなくても、そんなことは分かってる。うん。俺は犯人だ。やったのは俺だ。うん。そうだ。お前は犯人だ。そして、俺は交渉人だ。この困難な状況を一緒に打開しよう。お、金は俺が一人で届ける。どうだ？え？どう？あー待って、黙ったぞ。今までと違う。どうだ？本気で言ってるのか。ああ、本気だ。いいだろう。お、来た！お、来た！ただし、お前一人で来い。いいな。お、これは新しい展開だ、これ。今までと違う。よし！やったね。音声はどうするの？盗聴器を持ってるよ。中村さんと神崎は指揮者に戻って、あ、ごめんなさい、喉が。うん。うん。野村くんはこっちで行き、人質が出たら確保。そうだね。はい。よし！今までと違う展開だね。はい。信用してくれたね。鬼塚が1億を届けることに同意した。よし！行きましょう。A の流れだったらどうなるか。こっからはだから初めてだね。入ってくぞ。風は？前回は確かこれで、人質の一人の鈴木っていう、なんかこう、チャラい系オーナーが、
撃っちゃったんだよね、吉岡のことを。さあ行きましょう。見えた、犯人が出てきた。撃ちますか。いや待て、うん、鬼塚の音声は聞こえるか。聞こえます。あ、よかった。合言葉は聞こえますだよ。はい、大丈夫です。うん、さあどうだ。刑事さん助けてください。騒げな、それを開けろ。1億です。はい、いいだろう。数えなくていいのか。あんたを信用するよ。グズグズするな。こいつの体を調べるんだ。どう？え？どうした？何か持ってるのか？う、どうしたんだ？答えろ！何も、盗聴器を持ってるよ。出せ！ほら、取れ！あー、持ってたんかい。どうしてこんなものを持ってる？あそこの大きな車で音声を聞いてる。俺は悪夢の交渉担当だ。決定権はない。二人で話すと言ったよな。ああ、言ったよ。おお、ぶっ壊した。大丈夫？じゃあ、これでいい。ゆっくり話そう。人質の解放が先だ。話が終わったら一緒に出ればいい。人質の解放が先だ。わかったよ。俺も約束は守る。ほら、行っていいぞ。よーし、助かった。鬼塚さんのミスね。わざわざあんな大きな盗聴器を持っていくなんて。違うよ。予定の行動だ。あれはダミー、あ、ダミーなの？犯人が盗聴器を発見するよう仕向けた。自分で壊したから犯人も安心して話せる。なるほど。音声は、約束を持った。どうだ、見直したか。いや、守ってくれと信じていた。今を拾ってるだろ。あ、新型があるのね。なるほど、なるほど。交渉のペース、ベースはお互いの信頼関係だ。そっちもきっちり約束は守ってもらう。いいな。いいね。もちろんそのつもりだ。誰も教えてくれなかった。神崎さんかわいそうだね。神崎、静かにしろ。あ、怒られた、しかも。人質は残り3人。最後はセスナだったな。そうだ。いつ用意できる？何人連れて乗る？三人とも連れて行く。どこに？どこに？セスナを乗せて、どこに連れて行く？お前に言う必要はない。セスナはいつ用意できる？明日の朝だ。遅い！朝にしか用意できない。なんとかしろ！なんともならない。用意できるセスナは4人乗りだ。パイロットとお前で2人。だから人質は2人。誰と誰を連れて行く？うわぁ。この娘は、この子か。ん？この娘は許してもいいだろう。許す？そうだ、許してやれ。金に目がくらんだだけだ。何の話だ。本名は杉浦めぐみ。金子ゆかは偽名だ。何を、わけのわからないことを喋るな。いや、初めはわからなかった。夏子を拉致した時は俺たちに逃げられ、見られたから逃げたと思った。でも勘違いだった。お前は俺たちから逃げたんじゃない。はじめからここに突っ込むつもりだった。夏子をここに連れてくるつもりだった。なるほど。面白い話だな。どうしてそう思った？和也くんから聞いたよ。結婚詐欺の首謀者を一人で探してるってな。あいつは裏切り者だ。警察なんか頼っても無駄なんだよ。鈴木藤雄、35歳。事務所の奥に転がってるあいつが黒幕だろ？どうしてわかった？俺は和也に何も言ってない。黒幕がわかったから行動する。カズヤにそう予告したはずだ。なるほど。桜井雅子が、夏子に初めて紹介した男は鈴木不二雄だった。それがさっきのオーナーだよね。鈴木は財政界とも太いパイプを持ってる。お前は車で突っ込んだ後、迷わず奥の事務所に行き、何も言わずに鈴木を殴った。はじめに全員の前で暴力を行使する。暴力で人を支配するときの鉄則、まるでテロリストだな。そんなつもりはない。そうだと思った。じゃあなぜいきなり殴ったか。答えは簡単だ。怒っていたからだ。お、でも殺さなかった。鈴木はまだ生きている。そうだな。そうだ。夏子も生きている？ああ、殺していない。ほう、吉岡さん、世の中には2種類の人間がいる。人を殺す人間と、人を殺さない人間だ。なるほど。君は殺さない。うわあ、ここで説得モードが入りましたね。一緒に解決しよう。まだ大丈夫だ。俺はフリーの交渉人だ。警察官じゃない。逮捕もできない。一緒に考えてみないか？人質を見据えに、セスナで暗闇にダイブするよりマシだ。あそこを見てくれ。お、毎朝新聞の記者だ。毎朝かな？まあ、いいや。彼女に詐欺事件の全貌を書いてもらう。鈴木は一橋銀行頭取の御曹司だ。揉み消されるよ。ここまで派手な事件になれば隠蔽工作はできない。
桜井雅子はどうなる。必ず警察が捕まえる。原夏子も、金子由香も起訴されるだろう。なるほど。夏子は、元夏子は元に戻れるのか。そうだな。戻れるかもしれない。夏子が、昔の夏子に戻れるなら、どんなこともする。わかってくれ。よりを戻したいって話じゃないんだ。俺は見届けるだけでいい。十分わかってるよ。だがその前に、君も原夏子も罪を償う必要がある。自分たちの力で問題に立ち向かうんだ。どんな結果が出ても何もしないで海に沈むよりはマシだ。そうだろう？うん。うわ、でもちょっとなんかいい感じだな、本当に。吉岡さん、セスナはもういらないな。ああ、いらない。おー、やった！関係図更新！なんとかうまくいきましたね。終わったな。終わりましたね。いやー、よかった。よう、片桐、お疲れ様。ああ、俺たちの出番がなくて何よりだ。本当だよね。大泉だっけ？あいつによろしくと伝えといてくれ。わかった。伝えとくよ。じゃあな。いやー、よかった。さあ、行くぞ。はい。いやー、ほっとしますね。お、新聞だったね、ちゃんと。あ、捕まえたんだ、しかも。で、逃げてたんだってね。よかったわ。思ったより早く釈放されて。そうっすね。はい。起訴前だから当然といえば当然だ。うん。お姉さんたちは？罪を認めました。初犯だから執行猶予がつくと刑事さんが言ってました。うん。まず大丈夫だ。元気づけてあげてね。もちろんです。うん。鬼塚さん。吉岡さんはどうなるんでしょう？あれだけの事件だから実刑は免れない。面会に行きます。そうしてやってくれ。僕は本当に後悔してるんです。初めから鬼塚さんに正直に話してれば、こんな事件は起こらなかった。吉岡さんを精神的に追い詰めたのは僕なんです。それは違うな。彼は君を利用した。被害者は君の方だ。そうでしょうか。そうだよ。うん。吉岡さんを助けたいんです。僕にできることはあるんでしょうか。話し相手になっていればいい。それだけで十分だよ。わかりました。ああ、そうだ。これが例のデータです。ダウンロードしてきました。いいのか？なんだっけ、例のデータって。ああ。はあ、何のデータだろう。それ何なの？はあ、和也くんのご両親が最後に残したメッセージだ。あ、そういえば飛行機事故あったね。うん、そうだ。遺留品の携帯電話に音声が残されていた。どうしてこれを？以前和也くんから夏子さんに伝言を頼まれたことがある。携帯の言葉を聞き直してほしいってね。それが何のか気になって頼んだんだ。なるほど。うん。そうだ。どう？出てきそう？夏子、和也、聞いてくれ。父さんだ。今飛行機に何か大きなものがぶつかった。少しずつ落ちてる。助からないかもしれない。マジか。夏子。お前は昔から頭のいい子だった。いつもお前の周りには笑い声が絶えなかった。ああ。素直に育ってくれたと思う。これからもみんなに愛されて生きていけると思う。でも一つだけ注意してくれ。なるほど。何？美しいもの、上等なものに惹かれるその気持ちはわかる。だがお金は湯水のように出てこない。私たちがいなくなれば、ローンの穴埋めもできなくなる。はあ、だからお金には十分注意してくれ。私たちは裕福ではないが、決して貧しくもなかった。母さんも私も十分幸せだったと思う。金がなくても幸せになれることを分かってくれ。はあ、それから和也。お前は昔から繊細だった。人の気持ちや心に対して、とても敏感な子だった。いつも優しい気持ちで人に接していることを、私たちはよく知っている。だから、生きていくためにはもう少し強さが欲しい。優しい気持ちは大事だが、時には強い心を持って、厳しく接することも大事だ。大切だ。もっと強くなって、夏子を守ってくれ。ああ、なるほど。うわあ、これなんかストーリーを分かってると悲しいな、なおさら。ああ。ああ。ああ。お母さんたちは戻りそう。お母さんのも。うわあ、お父さんお母さんの。だから言っておくわ。何？父さんもお母さんもあなたたち二人のことを何より大切だった。そう、大事だった。いつだってどんな時もよ。わあ、もう、あなたたちがいたから私たちは幸せだった。そのことだけは忘れないでね。元気でね。わあ、和也夏子元気でなと。あ！うわ！あ、これで死んじゃったのか、両親。うん、そんな時は何も言わなくていいんだ。ええー、マジか。はあ、後味、これはこれで悪いな。二人の世界っていうのはある意味この両親のことも言ってたのかもしれないね。
はい、というわけで、まずはね、これで一つクリアです。まあ、まだ二つね、まだノーマルクリア、グッドではないやつがあるんで、そっちやっていきたいと思います。次回も楽しみに。じゃあね。アーマルド、あ、水でいける。行こう。よし、来い。雨が降りついてる。さあ、最後は、ここは、決めたいな。ハイドロポンプ。よし、行った行け行け一撃相手、あ、うまいことした。一撃来い。シャーシャーやった来ましたー、イエー。